はい、皆さんこんにちは、タワーズのママゾーです。そして長坂です。はい、よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録、高評価と通知音よろしくお願いします。お願いします。本日ミヤボはお休みです。お休みです。ということで今日は、はい、ルシファーとヤクモどっちが強い、ということで、うわー、もう禁断ですよ。禁忌の禁忌に触れました。はい、触れるということで、はい、いやもう喧嘩になりますよ、こんなことしたら。もうこれはですね、はい、やばいっす。はい、これもね、いろいろあると思いますけどもね、はい、何がどうだ、あれがどうだみたいなことはあると思うんですけども、まあ、ちょっとあえてやっていこうじゃないかと。まあ、こういうのね、本当に良くないんですけど、はいはい、まあでも、あれですよね、ありますから、うん、まあ、難しいですよね、難しい、言ってることも違うんでね、そう、うん、っていうのもあるんですけど、はい、まあ我々はあえて決めていこうということでございます。はい、ちなみに一応言うと、ミヤボー今日いないんだけど、うん、一応ミヤボーの意見もちゃんと常にヒアリングしておりますので、それもね、はいはい、俺知らないんで、うん、もうすでに宮本と喧嘩する覚悟できてます。俺はね、俺も聞いてないんだけど、俺もなんとなくわかる。わかる。なんて言いそうかは。はい、まあ、あれですね、うん、本当に、うん、どっちかしか持ってないんだったらみたいなイメージでいこうかなとは思ってますね。なるほど、なるほどね。はい、ということで、ただまあ多分いろいろその比べ方あると思うんですけど、もうちょっといろいろ、ちょっと今回はまあ一応3パターン用意したんで、はい、こちらでちょっとね、はい、評価して、ご評価というか、まあね、話し合っていこうじゃないかと、はい、思います。はい、ということで、まず、まあ、1個目のパターンなんですけども、はい、まあ、ルシファーって、はい、まあ、言うても、まあ、重心か下位の1形態しかないわけじゃないですか、はい、その今の状態って。はい、ほんで、まあ、ただ、ヤクモに関しては、まあ、2形態あるぞということで、うん、まあ、そこも含めて考えた場合はどうでしょうかと、うん、あいうことですよ。ルシファー1、はい、ヤクモ2、はい、だから1対2の状況、1対2の状況、その上でどっちが強いかっていうのをまず考えてみましょう。いつでもね、簡単に分岐できるとしてみたいな。そうね、はい、うん、はい、ヤクモです。もうヤクモです。あ、まあ俺もやっぱその状態はやっぱりヤクモかなっていうね、はい、気はしますけどね。と考えてもやこうかなとは思います。はいはいはい、まあ、ね、それはさすがにね、2対1なんでね。そう、うん、だって、そう考えると、だって、ヤクモなんて、うん、14アビリティぐらいあるんじゃないですか。まあ、ね、そもそもね、もう、またそれね、片方ずつで全然いけるクエストもね、違ってくるわけですから。うん、そうですね。そうそうそう。はい。それが、うん、それがやっぱヤクモなんじゃないですか。いや、でも多分この時点で、うん、いや、ルシファーだっておっしゃる方も、はい、全然いると思うんです。まあ、あくまで我々個人的意見なんでね、うん、はい、そこは、まあ、やっぱりでもそれ言ったらそもそもが、まあ、別にルシファーの浴び太陽がすごい多いわけじゃないんでね。そうですね、はい、はい、ということもありまして、はい、はい、まあ、やっぱダメ男と、転送壁、うん、ですよね、うん、はい、まあ、なので、まあ、それも含めて、まあ、やっぱ連れていけるところとか考えたら、まあ、やっぱり役者なんじゃないでしょうかというところもありますし、はい、はい、ちなみにもうミヤボーのやつは聞きますか？あるんでしょ、うん、ありますよ。この1対2の状況では、はい、ミヤボーさんは、はい、ヤクモ、はい、でしょう。で、まあ理由は、はい、今2人が言ってたような理由で、はい、まあそもそも論というかそもそもなんですが、はい、殴り特化、うん、友情特化、うん、2形態ある、うん、ヤクモ、まあそれはね、ガチ両党ですからね、うん、はい、いやでもこの時点でもうさっきのと同じですけど、はい、いやールシファーだろっておっしゃるかと思う。うんうんうん、いると思うんですよ、今の、はい、この状況下では。まああのあれですね、強い、はい、うん、いや強いね、強い、強いと思うけども、うん、まあさすがに2人ね、並べられちゃった、いや、ごめんでしょ、さすがに、あ、まあ、そうですね、うん、まあ、うん、ちょっとね、だからこれより先言っちゃうと、もうなんか、まあまあ、もう言うことなくなっちゃうから、確かにね、次行きましょう。そうです、うん、1対2の状況で、はい、ルシファーが強いと思う方はぜひコメントを、はい、どういう理由で、ね、いただきたいですね。ここに携帯分持ってるっていうのも加味した上で、それでもルシファーが強いっていう方は、うん、その理由をコメントしていただけるとありがたいですね、はい、っていう話ですね。まあ本当、宮本の言う通りですね、はい、
ということで、はい、じゃあ続きまして、はい、じゃあ今度は一個ずつということで、はい、ルシファー対巫女姫霊装といきますか。巫女姫に、はい、巫女姫霊装ということで原作にと、はい、まあ、ルミナスレイの方ですね。はい、はい、ということでこちらはどっちが強いですかという話なんですけど、はい、これ結構難しいな。これはね、うん、マジでいい勝負してますしてると思うんですよ、うんうん、でまあでも4-6ぐらい4-6ぐらいで俺はヤクモだと思います。おお、口がよく分かんないでもね、それはでもなぜですか桜井さん。もう言っていいんですか。もう言うといいですよ。やっぱり今友情キャラとして、うん、反射っていうところ、まあ、友情キャラでの比較になると思うんですよね結局、まあ、この巫女姫霊装とね、うん、あの比べるっていうところは、ね、やっぱ反射だっていうところが、一番ねあの気持ち悪い、うん、いいなって思っちゃうところですね、うん、もう結構長くなるよ。長くなるかもしれないですよ。まず、まあ、ルシファーいいところって、まあ、結局無心で使えるところだと思うんですよ、うん、ヤクモと比べて、うん、とりあえずねポンって当たってくるからね。ヤクモって結構ルミナスル名誉このつけるところ考えたりとか、ね、ちょっと面倒くさいところあると思うんですけれども、ね、届くかどうかみたいな、まあ、ルシファーはもう当たるだけでバーンって、そう、はい、あの全キャラに、まあ、一定以上ダメージを与えてくれるということで非常に強力、はい、うん、お手軽ね。だし、まあ、闇属性で全属性キラー持ちってことなんで、うん、あのまあ、本当に全ての属性いけるじゃないですか、うん、なんでかなりその汎用性っていうところは非常に高い、うん、キャラ反射の砲台としては優秀ではあるんですけれども、まあ、ルミナスレイってまあめんどくさいけど、うん、まあ、結局はね、うん、まあ、最大は、ハイエナジー作力強いですし、うん、まあ、そもそもなんか全敵ラクライで落とせるステージも多いよねみたいな、そうだね、うん、感じにはなってると思うんですよね、うん、で、やっぱりまず反射であるから、うん、やっぱりこのルシファーのターンにどうしても何にも当たりにいけないターンとかで、まあ、出てくるでしょうね、うん、出てくるし、あいつとかによってはあとは魔法陣ね、うんうんうん、あのなんか最近ルシファー出たばっかなのにちょっといじめられてませんって思ってる結構最近のやっぱ鬼滅の降臨とかってルシファー使いたい人多いと思うんですけど、うんうんうん、まあ、結構なんか魔法陣が出てきたりとか、うん、あとなんだなんかドリスタールとかもさ結構ルシファー使いたかったじゃん、うざくないあの魔法陣、うん、せっかくねそう使いたいのに使いたいのにフルスペックで打てないみたいな、うざいうざい、うん、あとはね、雑魚が多かったりすると本当に、うん、当たりづらい、うん、何もできないみたいなこともあったりして、うん、やっぱ反射であるということがかなりストレスだなって感じてて、うん、で、ヤクモも魔法陣ないんですけど、うん、貫通だとやっぱ魔法陣はその反射の時に比べて裂きやすいんですよね、うんうん、っていうところもあって、あとアンチブロックがある。これがでかくて、やっぱ友情キャラに欲しいのって魔法陣とブロックだと思うんですけれども、うん、まあ、そもそもルシファーってダメの転送しかないんですよね、うんうん、なんでやっぱこのブロック、あ、ごめんなさい、これじゃないね、あのブロックも魔法陣もなくて、だから最初から置いてある系ギミック、うん、初手で突破してもどうしてもその付き合っていかなきゃいけないギミックね、うんうん、に付き合わなきゃいけないんですよ真面目に、うんうん、っていうところがやっぱりストレスかなって思いました、はいはいはい、で、まあ、やっぱ友情キャラとしてこのキャラはそのバリアだったりとか、はい、まあ、超 SS ターン短縮だったりとか、うん、まあ、あの友情キャラとして見ると無駄が多いんですよね、噛み合いがね、そう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 、うん、だから、まあ、このねバリアに関しては耐久に振ってますし、うん、まあ、SS ターン短縮については高難易度に振ってる、うん、でこのストライクショットが、まあ、高難易度でしか使いにくいよねっていう、うん、この SS 打った時にルシファー あの例えば艦隊で言ってたとしても、うん、この1体分 あの友情しか出ないんで、うんうんうん、なかなかね、なんだろうな、これ普通にエナジーサプル出した方が強くねみたいな状況が、いっぱい振られるんだったら、うんうんうん、そっちの方が結果トータルダメージが大きいみたいなね、はい、うん、結構あったりするので、まあ SS に関しても、うん、まあ、友情キャラとしては役物の方が優秀なのかなとは思いました、うん、はい、でこれ言っちゃいけない欲求になってるんですけど、うん、ルシファーって、うん、マジコネクションなんですよこれあ、はいはい、コネクトスキル終わってんすよねこれ、まあ、うん、なんか艦隊で使えるんだけどっていうね、そう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 、いわゆる4体編成はできるんだけどもみたいな、もう行かなきゃいけないことになってるんですね、コネクトスキルが、うん、もうみんな行ってるから気にならないっていうところもあるんですけれども、うん、やっぱコネクトの章をね、そう、うん、コネクトの章を行ってるから気にならないと思うんですけれども、うん、だからそこのコストもかかるっていうのも、うん、今一向なのかなみたいな、はい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 、役者は本当なんか何もしなくてもいい、まあ超攻撃にするだけか、うん、まあ、結局戦型の将はコネクト好きの将みたいな、うんうん、感じにはなるかもしれないんですけれども、うんうん、はい、といったところで、まあ、あの役者の方が使い勝手はいいのかなとは思います、まあ、もちろんクエストにはよりますけれども、はい、うん、
というのが私の考えです。はい、まあ私はですね、まあ俺はでも役もなんですね、まあ、俺もさ、ちょっとルシファー側の人がいなくなってるからルシファー側いやでもさとか言いたいけど、いやでもね、やっぱね、逆にやっぱルシファー使ってるとやっぱ、ね、俺はでも結構ブロックの部分がマジで結構気になって、うんうんうん、まあ、ワープとかはまあ最悪ね、うん、まあ運がなんか良ければ当たることもあるけどさ、はい、ブロックはさ、もう何もできない時が結構多いから、そうですね、そう当たりに行けないんだ、もう完全にもうグッてなって囲われてるとさ、もう出れないからさ、戻ってるとかなるわけで、最初からね、なんかたまたまそうやって配置が良かったとかなるわかるけど、もうそんなことあんまないから、うんうんうん、当たりに行けなくてうんってなる時が結構多くて、うん、そう、そういうところがちょっと気になるから、俺もやっぱり役者の方がこのアンチブロックの偉大さをやっぱり感じるんですよ、うんうん、より一層ね、より一層ね、はい、というところで、俺も役もなのかな。まあもちろんあとは、まあやっぱりルシファーはお手軽で本当に、はい、お手軽バンバンバンだけど、うん、そう、このやっぱりちょっと一手間かかるけれども、その一発の、ね、持ってき方が大きいっていう、うんうん、そのね、ルミナスレイもやっぱりそれはやっぱ強みなんですよね、一方でね、うん、ルシファーでワンパンできるところね、ルシファーでワンパンするのが一番いい、うんうん、そうそう、やっぱりルシファーじゃないとちょっとなんかできなそうだなっていうところもやっぱあるんだけども、そうそうそう、なんだけども、まあやっぱ使い勝手という意味で俺はヤクモかなって感じかな。まあルシファーでやるときは俺はなんか結構そのブロックのところとか、まあそもそも、まあ、行くのよって話なのかもしれんけど、うん、なんかまあでも使いたいときはやっぱりそのルシファー4とかやっぱ慣れないから、うん、やっぱりその貫通の爆発のやつとかで行くから、うん、そういうね、あの使い方になっちゃうんで、うん、そう、やっぱりパワー的にはやっぱり役者の方があるのかなって思ってしまうよねってところですね。あ、なんでしょうね、まあ、ストレスの量かな、本当にどっちかっていうと、うんうんうん、なんだろうな、あのどっちも同じ強さは同じくらいかもしれないけれども、うん、なんかストレスを感じることが多いのはルシファーだなっていう印象です。はい、はい、何回言おうとしたんだけど、うん、まあいいかいや本当でも本当ルシファーでいいクエストだったら本当ルシファーの方が簡単な時も全然あると思う、本当に、うん、ボンボンボンって別にそんな引っかかるところもないし、とりあえずマジでルシファーに当たった時もいいだけだったら本当にそれの方が楽だと思うけどね、うん、はい、じゃあ宮坊さん、はい、はい、宮坊さんのご意見、はい、ニコ姫霊装単体との対決の場合ですね、はい、トン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 まで来てるんだなるほどなるほど、はいはい、ここまでは、はい、ある種桜井さんと一緒、桜井さんも一番最初に同じぐらい強いと言ってた、うんうんうん、トントンだけど、うん、だけど、うん、どっちか一生使えないとなったら、うん、ルシファーが強い。おお、なるほどなるほどどういう設定か分かんないけどだからそれぐらい攻めに合ってると、うん、トントンなんだけど、うん、絶対どっちか使えないぞってなったら、うん、ルシファーを選ぶと。それがやっぱこの SNS とかのね、あ、うん、まあ協力さだと思うね、うん、理由もあります、はい、まさに理由がありまして、なぜかというと、はい、ルシファーは殴りも強い、うん、SS も強い、うん、全敵に、うん、全部の敵に、うん、同時に高威力な属性友情を出せるのが強い、うん、多分この属性友情っていうのもね、うん、全的に属性友情っていうのもね、だそうで、ルシファー、ミルボーさんは違う二人で、まあ、要するに、うん、まあ、要するにっていうあれですけど、ミルボーは先を見てるわけですよね、うん、だから役もルシファーも結局友情キャラとしては、まあ、友情キャラって結局ね、まあ、1年経てばもっと強い友情が出てるんで、うん、使わなくなっちゃうんですけれども、うん、まあ、友情キャラとして見なかった時に、うん、マルシファーっていうのはやっぱ非常に高スペックなキャラクターだと思って、はいはいはい、本当に何だろうね、他のキャラの友情の方が強いじゃんってなった時にはルシファーの方がもちろん強いよねということで、うん、だからミコ姫とルシファーがどっちが長生きかいっていう話をしたらルシファーっていう話なのかもしれない。へ、なるほどね、いいじゃん、ミヤゴあ、よかったよかった、違ったよ、ちゃんとルシファーもね、票が入りましたね、うん、ちなみにどうでもいい評価として、うん、俺もルシファー、おー、はいはいはい、
別にどうでもよくそれはなんか理由があるだってペンって当たって、うん、楽じゃん楽楽あのヤクモはさ、うん、狙う楽しさはありますよねうんうんその設置のね、うん、あのルミナスレイを、うん、でもそれすら煩わしい時ってまあありますねモンストしてるとあるじゃないですかうんまただけがいいなっつってね、うん、でまあ1体2体入れれば、うんただ貫通の爆発のやつとかで当たったり、うん、当たりに頑張って当たりに行ったりすればいいわけだから、うん、なんか別にブロックとか魔法神とか魔法神あってもなんか強いしヒヨコでも OK みたいなヒヨコでも強いしうんルシファー、うん、今のところはい OK、はい、じゃあ最後、うん、ルシファー対大光神武装、はい、はいはいはいあー、これもな、なるほど、はい、これはどっちが強いかって話ですよね、うん、はいまあ、そうですねまあ、俺は、まあ、ここもまあ、殴り面的にはやっぱ大光神武装の火力が結構好きなんですよね、ということでちょっと役も寄りなんですけど、うん、はい僕はこれは圧倒的ヤクモです、はい、おもうそもそも、うんまあ、あのヤクモって今最強キャラだと思うんですけど、はいはいまあ、この大光神武装が最強だと思うんですよね俺はこっち側ね、うんはいはい、俺もこちらの方が最強だと思って、うん、で、まあ何ですかね、まあ、ルシファーに負けているところが、うん、まあ友情はさすがに、まあでも、ヤクモの、この友情も、ハイプラズマもめっちゃ強いんですよね、うん、かなり。うん、まあ、同水準に強いと思いますし、うん、負けてるとこって耐久力だと思う。だよね。はいはいはい、うん。HP 低くて、バリアもないんで、うん、まあ、耐久面に関しては、ルシファーの方が、圧倒的かなとは思いますけれども、うん、まあ、耐久面で困る場面って、まあ、あんまりない。まあ、はぁ、ヤクモでこの HP 低いなーってなったのって、ハビセルぐらいかな。うん。うんなのでまあ現状この耐久面の低さっていうのはあまり気にならないのかなと思います、うんはい、でまあ殴り性能としてはまああの比べるまでもないっていう言い方はあれですけれども、うん、あのまあ圧倒的なので全キャラ中そうだねうんここに関してはまあヤクモなのかな、うん、私は思いますね、まあ、SS も含めてねはい、うんはいヤクモ派が多いですね、はい、我々は、うん、そう我々はちょっとヤクモ派が多いヤクモよりかもしれないヤクモよりかも、うん、なるほど、うん、じゃあみやぼさんも聞きますかみやぼさんのもう聞いちゃいますみやぼさんに、はい、いやでもこれはでもこれでもさすがにそうなんか何なら一番好きそうだけどって、うん言いますよね、うん、じゃあルシファーと大光神武装ヤクモはヤクモが強いこれはやっぱそうなんすねで、友情の面でも、うんハイプラズマだっけ、はい、ハイプラズマ、はい、強いし、うん、あと対応アビリティ数、うん、4つね殴り力、うん、SS がルシファーより優秀、うん、なので大光神武装の方が強い。うん。うわあ。シンプル。やっぱ、モンキャラはやっぱおかしいんですよ。うん。うん、そうだね。ちょっと他の追随許さないというか。まあ、なんか火力上がるアビリティが多すぎるっていうのもあるからな。うん、で、ノクちゃん4アンチアビリティで。うんうんうん。で、友情も強力でっていうことで。まあ、これさすがにしょうがないと思う。うん。うん。ここにはちょっと近づけない雰囲気はある。うん、そうね。かな。まあ、大体。もうこれときゃなんとかなるそうですね、うん、ですね、はい、ストレスの少ないキャラというか、まあ、ワープぐらいですかね、はい、ということで、はい、もうでもこれ別にルシファー下げ下げ動画じゃないですからねそうね、いや俺も使うからなそれはすげえですかちなみに、うん、この比べる対象になっているというのがもう、うん、いやそうだねまあ、もっと使用頻度で言うと3キャラとも同じぐらいになると思います、うん、うん、俺はなんていうか
普段使いするのは結構ルシファー、あ、そうですね、そう、うん、なんか本当に一番だからもう究極の氷だと一番いいの、うんうんうん、そうそうそう、ルシファーが、うんうんうん、けどなんかたまになんかもうボス1でボーンって終わらせたいなっていうので、うん、たまにその役もじゃないとなっていう時があった、うんまあ、だから、うん、このなんだろうコネクトスキル的にも、うん、この使用回数っていうこの左のところが一番多くなるのはルシファーかもしれない、うんうん、ああなるほどね、うん、ねいやとりあえず何でもルシファーしたくなりますよね、何でもなる、うんうん、楽しい、うんうんうん、そうですね、うん、はい、ということでもう一個アビリティください。アンチアビリティ、まあ簡単なとこもいけるし、まあ、ちょっと難しいとこも変な生き方したりするからね、やっぱ強い、やっぱり去年のソロモンってすごくやっぱ対応アビが多かったんで、うんうんうん、なんか結構もうフラッパ終わった後からすぐなんかもう、うん、あここもソロモンここもソロモンみたいな感じで、ね、うん、なってたと思うんで、うん、まあ、ルシファーもはねちょっと対応アビ少ないんでそこまではいかないかもしれないですけど、うん、まあ、結構転送壁、うん、これからねもっともっと増えてきてくれたら転送壁もちろん高い、ね、それがすごい輝くような気もするし、でもこんだけでもさ、まあ要はまあダメを、まあ転送壁な、まあ、まあないとしたらダメをだけだけど、でもそれでもこんだけ使えるんだったらね、うん、やっぱ相当強いってことだ、接待はされてないですからね、ルシファー、うん、ディクエクスぐらい、うん、そう、なんかマジででも最近のクエストさ、うん、なんかもうルシファーがいるの見越して作られてるようなやつたまにあるし、なんかほら爆がかかるやつとかさ、あれもうざかったっすねお前、バリアで不正が入っとるけどみたいな、そうそう、あれのせいでルシファーがちょっと下がるんですよ、うん、いや、下がないよじゃあだからルシファー下げ下げクエストなんですよ、あれは、いや、そうだよ、そう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 、え、なんでこんなすぐ下げ頑張ってるけど、下がってないと思う、そう、でもあのクエストも結局使用ランキング1位はルシファー、うん、それ間違ってるの、さすがにルシファーじゃないもんそう、ってなっちゃってる、出るぐらいみんなルシファー好きだから、そうそう、使いたいからなんだよ、俺も思い込んでるの、うん、ルシファーが一番強いと思い込んでる、すごい、何があったかでもだからあんなにすぐにそのルシファーをなんか潰すじゃないですけれども、気持ちよく使わせないクエストを作らなくてもいいのになっては思った、そうそうって思った、あれだっけ常設かな今の6個でしょ、別の、うんうん、そう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 、うん、なんで、はい、そう、いきなりもう見られてる、ルシファー気分悪いですよねそう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 自分だけかかんねえみたいな、はい、ありますけど、いや、これはいろんなご意見ね、うん、あると思いますんで、はい、安川うずい天元めっちゃ強いです、あ、でもうずい天元も確かに上の方にいた気がするはい、ということで、はい、まあ、我々はまあ今の以上のような、まあ、意見なわけですけども、うん、なんか皆さんもね、もし意見、うん、でもぼやこうじゃないのとかあれば、うん、はい、あのコメントしていただけると、うんうん、はい、参考になりますので、うん、本当にね、この友情だけじゃなくて、うん、殴りも強くなってくれたから、うんうん、ルシファーっていつも息が短いんですよ、あ、うん、はいはい、ダブエナの時とかもね、うんうんうん、だったんですけれども、まあ、その時よりは結構長く使っていけるキャラになるんじゃないかなと思ってます、うんうんうん、はいはい、はい、ということで、うん、以上に、はい、なります、はい、はい、我々メンバーシップもやっておりますので、それもね、ぜひチェックしてみてください、ということでご視聴ありがとうございました、また次回お会いいたしましょう、バイバイ。